はいみなさん、こんにちは。あイつらで来てる。すいません。今回もブルブルです。みたいなね。ブルブルケイちゃんです。えー、ということでまたね、ブルブル話をしていきたいなと思いますけどね。もうね、毎日ブルブル話してますね。本当にブルブルケイちゃんとですね、ブラックケイちゃんばっかしてたな、最近ね。ピンクも来てないし、黄色もあんまり来てないな。というような中でですね、はい、えー、 あ、ちょっとね、またね、本題に入る前にね、えー、ちょっとね、他の動画でも申し上げたんですけども、あの、入り病、ぜひ皆様、気をつけてください。本当にね、今現在、日本はね、過去最高の人数になっちゃってるということで、本当にお気をつけください。それとですね、もう一つ、あのこれも他のちょっとね、一本ぐらい前の動画かな、なんかでちょっとね、お話しさせてもらったんですけども、 えやっぱりね、チャンネル登録外れておりますということで、ご視聴、私ね、言う前にもご視聴者の方からね、ケイちゃんまた外れましたっていうね、そういったコメントをいただいてますので、ぜひね、チャンネル登録、えー、チェックしといてもらえればなぁというふうに思います。えー、Google とかね、YouTube にね、えー、皆様のねあの、コメントの内容、こういったコメント来てますよってことでね、なんで勝手に外れるんですかって言ってもね、なんででしょうねみたいな回答しか返ってこないんですよ。<laughs> 分かりませんみたいなね、回答しか返ってこないんで、どうしようもないからね。<laughs> というようなことなんで、もう皆さんに頼むしかないみたいなね、感じです。なんか勝手に外れてますみたいなことがまた起きてますっていう話です。はい、ということで、今回のね、ブルブル話題なんだけど、いやね、あのー、皇室の、ね、方々の問題、えー、もしくはですね、えー、ニューヨークのね、えー、経験、夫妻に関してもね、まあ今現在ね、もうあと3日後ですか。 に迫ったですね、そのニューヨークの司法試験を前というようなことなのでえ、報道自体もね、非常に少なくなっておりますけども、えもしくはね、私最近思うんですけど、えー、その江ノ宮家のですね、エイチ様に関してもですね、本当ね、なんかね、思っちゃうけどね、 なんかね、ちょっと時間経つとですね、まあこういった形でね、沈静化しちゃうのかなと思いますけども、例のね、盗作問題だとかね、定型庫、進学制度の問題に関してもね、その時はね、わーっとなんかね、世間的にね、えーまあ、この YouTube なんかもそうなんですけど、まあ、話題に上がったりするんですけど、なんかね、今となるとね、なんかだいぶなくなっちゃいましたよね、話がね。話が出てこなくなりましたよね。 特にあのね、例のね、北九州市文学館の盗作問題に関してもね、あの、北九州市のなんかコメントでもね、あの、実際に、 あの後からですね参考文献って形で付け加えたじゃないですか。でそれに関してもねあれはもうなんかコンテスト終わったからもういいんだよみたいなねでもね募集標高にはねそれ変えちゃいけない。で後からね一回提出したものに関してはね、えー、もうねそれは変えることができないとかね、うん、後からその付けたような参考文献こういったこういったものがありましたよっていうことができない。 っってていいうようよなことが募集要項に書いてあったに書あたも関わらずえ最終的なコメントがね、え実際にはえ何でしたっけ、もうコンテストは終わったからいいんだよみたいなね、全然追いつもあってないんだよね、矛盾だらけ。でもそういったような矛盾だらけのね、なんか結末でも、なんかね、喉元すぎればじゃありませんけども、うん、なんかね、もう、なんか最近全然出なくなりましたよね。まあ、ある種のね、報道規制が敷かれてるのかもしれませんけどね。 えー、なんかちょっとおかしいような気がしますけどね。まあというようなことでまあそれいいんですけど今回の話題に関してもですねまあね最近ちょっと私がねちょっとね疑義を申し立ててるようなね女性セブンだとか週刊ポストだとかまあニュースポストセブンなんですけどねちょっとこれに関してねなんでこんなの出すかなっていう気がするんだけどまあちょっとね、えー、ちょこちょこっとだけ話しますけどね例えばですけどねなんかねあのー これ今日かな今日か昨日ぐらいに出てましたけどあの例の KK 夫妻がですねニューヨークをね割歩してますよとあの試験が近いにもかかわらずですねお手でつないで恋人つなぎをしてですねニューヨークの市内を割歩してますよってことをデイリーメールあたりが出してましたよねでデイリーメールも何枚かのね写真を出してるんですけどもその中でね あの例えば2人並んで歩いてる写真の中で KK 息子はマスクねこれねしてないんだけど。 えー、そのエムコさんに関してはですねマスクを常にしてるとか常にしてるでもないけどねでもねたまたまその2人が乗ってる写真ではそういう写真もあったりするんですねでそれに関して、えー、なんかねエムコさんに関係系経験息子は別にしてもですねエムコさんに関してはまあ元皇族なので元皇族のその品位を保つためにね、えー、そのねマスクをしてるんじゃないかなとかね 品位だとか、規律だとかですね。まあ今現在そのニューヨークのなんかでもですね、9割ぐらいはもうなんかマスクしてないらしいですけどね。でもそういったな中でも、エムコさんを外出した時にもマスクをしてる。すなわちさっき言ったように、元皇族としての品位,品位を,保、ね、を保つだとかね、そういったような規律を保つだとかね、そういったようなことを重視してるんじゃないんですか、みたいなことを、えー、これね、な、誰だっけななんか、あの、皇室、例のごとく皇室ジャーナリストの方が言ってるみたいな話で、 出してるんだけど別にそんな記事出さなくていいだろうって感じするんですけどねだ出すから墓穴掘るんですよみたいなねでなんで墓穴かっていうと今言ったようにね元皇族としての品位を保つだとかねそういった規律をねきっちりと保つだとかそういったことからマスクをつけ,るつけてるんじゃないかって言ってるんですけども逆だよねいやマスクはいいんだけどマスクの話題はどうでいいんだけど 今言ったようなことをね、本当にね、エムコさんが気にしてね、マスクをつけてるのであればね、今現在言われてるようなね、えー、そんな品を保つだとかね、えー、そんな規律を保つというようなことがあるにもかかわらずですね、国民の税金をいまだにジャブジャブ使ってるのは誰なんですかってね。じゃあそのね、ニューヨークでプー太郎生活、2人ともプー太郎みたいなもんじゃないですか。ね、ニューヨークでプー太郎生活をしている、 ことがですね、元皇族としてのね、品を保つことなんですかって。もし本当に品を保ちたいのであれば、もう即刻ね、もう試験なんかどうでもいいから即刻日本に帰ってきてですね、えー、それこそですね、2LDK のアパートにでも住んでですね、えー、もうすぐにでも、えー、いいじゃないですか。どっかのスーパーのパートナー、パートでもね、普通の経験も少なだったら普通のね、サラリーマンの生活をすると。 ね、慎ま、慎、慎慎み深くですね、そういった中で、えー、これこそ、それこそ、イミ軸もですね、エネメーデが言ってたような、身の丈に合った生活をするじゃありませんけども、えー、そういったようなこと、それが、元皇族としてのね、品を保つってことなんじゃないんですかって、マスクをつけ、マスクをつければね、えー、何品を、品を保つことになるんですか、ってみたいなね、ふざけるな、みたいな感じのね、記事だけどね、書 <laughs> いて言っちゃうけどね。<laughs> まあ、そういったのね、笑顔ですよ。 私はいつものこと、笑顔で話してますけどもね、心の中では泣いてるんですよっていう感じですけどね。まあ、そういったようなことだとかね、えー、まあ、なんかね、ニュース記事にするようなこともないので、こんなようなこ記事をあげるのかなと思った別,別個のね、えー、記事は、これはね、昨日か、これはん昨日かな。何、え、回、ー、もやっぱり出てましたけどね、えー、ニュースポストセブンでね、えー、要は、 さっきのね。お話ありませんけど、3回目の司法試験まあ、あと3日後ですけどね、えー、その中でですね、えー、この記事の中で書いてる通りなんかね。記事の内容としてはね kk 息子のね。目論見の甘さで期待できないっていう声っていう風な表現でして出してるんですよ。要は kk。息子がですね。試験に対して目論見が甘いから以前もね。5点足りなかったとかね、えー、なんかまた次頑張ります。 ね、そのためにまた一生懸命勉強しますみたいなことを言ってる。で、えー、ただし目論見みが甘かったというようなことで2回も試験が落ちたよっていうことを言ってるんだけど違うでしょうって気がしますけどね。ただまあそれは多少なりともその目論見みが甘いっていうことはね あまりにも甘く考えてるっていうことはあるかもしれないけど、だって本人勉強してないでしょあえて言っちゃうけどね。本人勉強して,してないんだから、もぐろみ甘いとかそういうところじゃないでしょって。もともとだって、受かる気ないんだわ、みたいなね。<laughs> 今日めちゃくちゃ言ってますね。相手の刑事さんね。<laughs> まあね、あの、ちょっとね、あえてね、ちょっとね、誹謗中傷的なことも言っちゃってるかもしれないけどね。でも本当はね、そういうふうに思えちゃうもんね。 だってね、そんなね、さっきの話ありませんけど、お手手つないでね、試験の直前にもかかわらずね、その、レイリーベイルもそうですけども、その、ニューヨークの YouTuber の方にもね、パカパカ写真撮られてるわけですよ。パカパカ動画撮られてるわけですよ。っていうようなことを考えればね、 そんなね、あの、ニューヨークのね、ユーチュー b ーの方も言われてましたけどね、なんかね、街中歩いてたらね、車乗ってたらいきなりね、その目の前に現れたとね、それでいきなりあのカメラ回したとかっていうようなこと言われてましたよね。だからそういったようなこと考えてもですね、あとパン屋か。パン屋に、パン屋でなんかね、えー、ご飯食べてたらいきなり現れたとかね、いうような、本当偶然というようなことがね、えー、非常に多いですよね。だからそういったようなことを考えるとね、 <laughs> そういったようなことを考えるとね偶然にそういって出くわすっていうことは、えー、いかにねそのね経験不足がねそのしょっちゅうねニューヨークの街中二人でねお手でつないで歩いてるのかっていうことが明白ですよねだってそんな偶然が重なっちゃうわけだからまあというようなことを考えるとですね本当に勉強してるの勉強してないでしょって感じですよねそういったことを考えるとね、えー、3回目の今回試験ですけども なんかその昨年の7月のね、試験の結果、やっぱり合格率でも再試験か、えー、再試験を受ける合格率が18%とか言ってましたよね。その18%の枠なんか入る入るわけねえじゃんみたいな感じですよね。まあ発表10月なんでね、まあその時に10月の末にならないと、えー、実際の合否はわかりませんけどもね、まあまずは、えー、3日後か、7月26日。 のね、試験会場に彼が本当に現れるんですかっていうことがね、まずね、えー、最初ですね。またあれなのかな、デイリーメールあたりがスパぱところかな、今度どんな服装してるんですかね <laughs> みたいな感じでまた注目されちゃいますけどね。またね、そこでね、デイリーメールがね、今回もあえて、あえて言っちゃいますけどね、デイリーメールがね、また写真バカ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 ,バカっていうのをねその、それこそね、当日もしくは翌日ぐらいにね、 えー、また記事でバッと出してきたらねそれこそねなんかね怪しいよね <laughs> っていう感じですよねだってどこの試,この試験会場で受けるかわかんないのにねそれにもかかわらずねなんか単独ねそのデイリーメールだけがバカバカね、えー、写真撮れるっていうのがどう考えたとおかしいような気がしてならないんだけどね もう今回の私のこの動画ねあの、ちょっと私分かってますから、自分でね、なんか誹謗中傷的なこと言ってるなって、だから私はすいませんね <laughs> っていう感じで謝っときますけどね。だってなんかそういうふうに思えてならないんだもん。まあだからあくまでも私のね、憶測で言ってるだけの今回の動画ですけどもね、勉強してねえだろうとかね、今回もだめだろうとかね、本当にウケるのだとかね,ね、恋人つなぎでしょっちゅう歩いてるだろうとかね。でも本当にね、なんかね、もう、 今回のブルブルじゃありませんけども、ムカムカしてるようなことがね、もう本当にね、もう渦巻いちゃってるからね、もうね、あの、言わざるを得ないんですよね。というようなことで、許してください。すいません。<laughs> という感じです。ね、だからちょっと相手言ちゃ相手言っとけなね。はい、経験不採すいませんね。なんか言いたいこと言ってるけどね、ということです。はい、えー、まあ,あの、今回もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、いずれにしてもね、あの、あと3日後ですね、というようなことで、 まあ私もね、あのー、3日後もしくはね、その翌日ぐらいのね、まあ、現地の YouTuber の方のね、えー、まあ動画、えー、やっぱり撮られてるかなとかね、やっぱり注目したいなと思いますし、やっぱりね、デイリーメールあたりはね、やっぱり注目しておきたいなと思います。おそらくね、他の YouTuber の方もね、えー、注目されるんじゃないかなと思いますけどね。はい、えー、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画をバイバイ。